はい、さあ、行ってきてくれ。よいしょ、行ってってるぜ。よいしょ、あざーい。スリカル、直送、魚、太郎。魚太郎です。魚太郎お前はいすごいですよ、まず見てみて、干されてるんですけど、魚が あ、はい、もう行っちゃった。すごいですよ、これ、はい、サバ、サバを干されてるっていうの青くなって、ちょっと見えにくいですけど黒サバって言ってましたね、これ。じゃあ早速、なんか行きましょう。ついてこい、集めてくるけどよめっちゃうまそう。めちゃめちゃ脂乗ってます。本当に外でやってる。しかも安っ。絶対うまい、絶対うまい。これはうまい。うわ、カワハギうまそう。光ってるぞ、俺。ホッケもいます。え、これ見てください。ホッケ顔みたいです。ホッケお買い上げ。あーら、カキ来たよ。あらららら、ホタテ安っ。貝柱。すいません、ハマグリじゃん。ハマグリ、大わさり、大わさり、こっち見てた、こっち見てた。これここで名物なんですよね、大わさりっていうの。大わさり、大わさり、でっかい。あさり全然新鮮な新鮮な。でけえ、砂抜き済みって。あさりって大きいけど、あさり新鮮なやつ。母さんへ、ハマグリ、いっぱいありますやん。塩ハマグリ、これはもう砂を感じないやつ。すげえ。これめっちゃうまいです。買いますか。はい、絶対これめっちゃうまい。これ買いますか。これ一番うまいです。これちゃうちゃう、一番これ買いましょうよ。これを、まあ、3つぐらい買いますか。どうか、なんか爆買い爆買いみたい。マジっすか。3つ行きましょう。買いましょう。はい、買いましょう。浜さんって言っちゃった。浜さん、びっくりして、なんかわからんくなってきた。浜さん、ハルさん行きましょう。これも本当に100グラム2000グラム。どうですか。いや、おもろい。なるほど。なんかわかんない。アワビは昆布来ますよね。そう。イカもいる。アベイと、あれなんかでかい。イカ本当です。すげえ。なんか本当に生きて見えないぞ。こっちも。うわうわ。え、これマグロっすか。やば、これブリっすか。ブリですか、これ。ブリです、ブリ。ブリですか、これ。やば、あらまー、ブリとタイと。あれ、会場の車にまだ竿あったよね。2ラウンド行っちゃいます。2ラウンド2ラウンド行きますか。試合テーマパークなんです。すごい。あ、ヒラメもいる。これマゴチ、マゴチ。あ、マゴチだ。あ、ちょっとめっちゃでかい。でかいですね。これ残るくない？これ黒ソイじゃないですかね。かわいい。ソイメバルです。こいつかわいいな。ポカーンって顔してる。アホみたいな顔してますね。アホみたいな顔してめっちゃカメラ目線なんだけど、こいつ分かってますね。こいつめっちゃカメラ目線なんだけど。かわいい、かわいいな。すごいいい魚っすよ。本日おすすめ。あ、でっかいヒラメがおる。チダイってのもあるんですね。チダイですね。稚魚のタイってことですか。いや、この辺に血がついてるじゃないですか。マダイとはまた違う種類です。稚魚のタイじゃないんだ。レンコダイみたいな。また違う種類ですね。チダイっていうの。それが大きくなったらマダイなんだ。違う違う違う、うん、そうと思ってた。違うんだ。あ、スズキだ。これシーバスです。シーバス、そうだよね。シーバスです。釣りたいやつ。あ、ヒラメもでかい。でかいですね、このヒラメ。いいな。ちょうどザブトンぐらいじゃないですか。60センチあるかないかぐらい。これはさばきたい。気持ちよさそうですね。まだいいっすね。あ、釣ったやつ。セブキの1350なんで。1350。天然だから。こっちの方がちょっと高い。天然まだ。わお。オープン前のお店、はい、特別に撮影許可をいただいた。プレオープン、プレオープン状態。ここであんこ入れるんですね。そこであんこ入れます。これあんこ入れて、焼き入れて完成と。タツノオトシゴですね。シードラゴンだからドラ焼きなんですかね。ブルーオーシャンってそういうこと。あ、そういうこと。多分あ、すごい。そこにかけたんじゃないかな。なるほど。気持ちいいやつ。一個一個丁寧に焼いてますね。
緊張してますか。出来たてどら焼きをもうシンプルに8で。8か。はい。出来たてがやっぱ一番うまい。出来たてなんでね。出来たてですよ。今あんを入れてくれてます。気持ちいいやつ。もちろんいただいてから焼いて。出来たて。粒あんですか。粒あんです。はい、いやー。こちらドリンク。紫にだんだん変わる。だんだん。その下のハブドウの酸味で、だんだん色が変わる。ジンジャー。何ですかこれ。これ白桃パジーブルー。ハモっちゃったな。ハモりです。仲いいな。手を合わせてください。はい。はい。いただきます。いただきます。醤油飲んでやって。はい、やってます。幼稚園。境界線のところで。あ、ほんとだ。下紫だった。ほら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 。これはなんかな。え、色付きの人なんか楽しそう。はい、はい、はい。甘い、甘い。いただきます。いただきます。うん。いただきます。うまっ。いい感じですか？うまいって。あ、うん。なるほどな。優しい。眉。ここの。生地が厚すぎないのがいいよね。戻したらいい。これ多分貝殻何投げても今間違えて取ると思うんですよ。貝殻投げる。ほら取らねえ。全然取らない。賢い。目いいね。目いいね。おお。これどうする。いいよ。餌来ましたよ。めっちゃ鳥いっぱいいる。うなぎ屋さん、やっぱね、名古屋来てもらったらやっぱうなぎは食べてもらわんとってことで、そうそう、有名らしいですからね、名古屋は。ひつまぶしがやっぱいいですね。あ、いいっすね。うわさのひつまぶし。これが、うわさのひつまぶし。違う。絶対どう見てそう思ったんですか。長丸い子多いっすよね。確かに丸が一個多いっすよ、ね、いつも食べてる西より。なるほど。あれしないんですよ、蒸さないんですよ。そう、名古屋のうなぎはね、蒸さないんですか。蒸さない。じゃあ、まあ、蒸すところもあるんですけど、うん、基本的には腹開きの地焼きって言って、そのまま生で焼いて。じゃあ関西寄りの。そう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 。まあ、美味しいんですか、これ。昆布とキュウリ。昆布とキュウリと。あ、そう。あ、うまい。塩昆布が入ったキュウリですか。結構染みてますね。うん、うまっ。うわー、うまそう。お上品。この風もね、うわ、めっちゃいいね、それ。ハマグリの頭食え。頭もついてるんですよ。頭入りだ。すごっ。頭って、なんか肝…え、頭。あ、これ頭や。あ、ほんとだ。口ついてる。あ、じゃあカリカリに焼いてるってことか。食えるってことは。あ、よかった。ああ、ってください。およなってやつ。およだ、およだ。似合うな。およだ、およだ。およだ、およだ。ひみこさま。うざく。これ食べたことあるかない。これなんですか。うなぎ。これうざくって言って、うなぎの酢の物みたいなやつですね。酢の物にしちゃうんですか。さっぱりして美味しい。なあ、酢まぶしい。なんかこれも薬味もいっぱいついてる。これ甘いやつはもう速攻ぶっかけるんですね。なんか分かってない子は。そう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 。あの、初めて食べる方は最初にかけちゃうかと思うんですけど、まあ最初はこう普通に食べて、はい、ちょっと味がくどくなってきたら、はい、あの、だしを入れて、薬味を入れて、はい、サラサラってくるのが必要ね。この食べ方は、まあ、一個一個食べて最後に味変していくってことですね。ちょっとくどいだなと思ったら、まあ、味変したいなと思ったら、ここにおだしが入ってるんで、これをちょっとこう入れて、薬味を入れて、こうサラサラと食べる。結局、うな重なんで、これ結局は、要はうな重。いただきます。いただきます。いただきます。このぐらいにほぐれるぞ。いただきます。どうですか。うまっ。うわふわ。おーちゃんもいった。スプーン大きいな。作風は
サクフワなんかもうなんなら豆腐かなってぐらい豆腐柔らかさ豆腐ひたびらでそうそううーんなんじゃこりゃあんたったどうすか金子さんうまいねあそれこれうざくうざく噂のこれはうまいっすよちょっとこれ食べてみてこれちょっとみんなちょっとシェアしようあみんなみんな食べましょうん、あ、紅茶うまちょっと白焼き、白焼き気味うん、うん、めっちゃめっちゃうまいうん、贅沢なマゴロフさん、そしてもうひつまぶしちゃいましたやっちゃったねあいいな、うん、あしみるの顔だ二日酔いにしみますかあーす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 ごちそうさまでしたごちそうさまでしたあーおやすいじゃんこっちあら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 ってやつやあーあー抜け目ないなそういう言い方しないっすね楽しかったっすよ、ね、ありがとうございました、もうこちらも楽しかったです、名古屋今度は僕ら沖縄にちょっと二人いないんでちょっと僕は滑っちゃったんですけどありがとうございます。また来たときは、へへへ。なんで？なんだよ。厳しいんだな。怖いな。この人は、マギアさんの岡藤さん。結構いろんなところに、はい、あるところです。あちこちあるんですね。とても美味しいお店です。はい。よかったです。よかったです。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。